シフォンケーキの店に向かせていただきます。それも行きましょう。やってるといいな。なんか台湾って自由な国だよな。そうですよね。今日きっとあの胡椒餅の店が休んでたのもなんかちょっと見たいテレビやるから今日店辞めるわみたいな、このぐらいのノリですよね。このぐらいのノリな感じする。本当ですね。もうしょうがないよな。わかる。テレビ見ないもんな。見ないテレビがあるのは知ってます。わかるわかる。あるある。中華柄に惹かれたんですね、麦さんが。全部で200。安いね。安い。似たようなの持ってんな。持ってんのかい。はい、行きますよ。さっきあれやで。ちょっと麦。ちょっとこの麦さんの顔だけいやこれはなんかさ、心なしかさ、安全性を証明するために日本で制作したものって書いてある。いや面白い。逆にやめてほしい。いやもうなんかリアルすぎてちょっとこれは映せないですね。ご飯前だなってよかった。写真だけ撮ってあれしますね。やべえな。モザイク加工しますね。やばい。これはやばいね。はい。ここはお寺なのかな。ああ、そうかもしれないですね。通れるかな。通行していく？通り抜けできるの？お寺好きなん？お寺好きですよ。そうなんよ。あの最近行く感良くないです。お寺なのに。90年代のホームページ愛のあるよな。あるあなんかあのカウントされるやつありますね。そうそうそう、カウンターね。あなたは何人目のお客様です。切り番報告しよう。笑う。すごい。これサイケデリックなお寺。これちょっと食いたいんだよな。さつまいもボール。もうお腹いっぱいなんだよな。帰り帰りワンちゃん。まあ今日じゃなくてもいいっていうのあるよね。だからどこでもありそうですよ。そうそう。この辺っぽいんだけどね。あ、あれだわ。あったぞ。はあ、もう焼き終わっとる。チーズ、カフェで。あ、チーズかカフェしかないんだ。これがないな。あ、ないんだ。でもチーズはあるんだね。チーズどれ？これ？中見たい。待って。一つください。顔を見て。正直。結構。あ、逆だったんだ。そうだな。ああ、力回ってここに来たの。なるほど。ナビに忠実に来たらこんなことめっちゃ近かって、すごい。なんかずっしりしてて質量そこが、あ、お店の看板取っとこ、隣のおもちゃキャッチャーじゃなくてこれですね。バカパンのお店を下ろすと、あら、あらこさんみたいな香りはどうですか。いや、え、パウチに？パウチ。クイアンって言った。は？クイアン。あ、おいしいって言いたかったんでしょ？おいしいっていうのをクイアンって言った。それ私のオタなんですけど。すいません。なるほど。返していただいていいですか？失神を送ってしまった。すいません。普通にこうやってクイアン。クイアン。確かに。めっちゃドヤ顔で言ってしまった。プーヤミはちょっとある。失礼。今日はオリジナルのプレーン味はもう売り切れということで、はい、なんかチーズ味を購入されてました。いやあれ見たら買うわ。すごいね。匂い嗅ぎました？嗅いでない。あ、じゃあまあお楽しみです。はい。箱からは分かりませんでした。分からないです。今から以上です。ありがとうございます。今です。今回。
なんか昔のゲーセンの音がするね、懐かしい。まあ、この時代あんま知らないんですけど。さあ次どうしよっかね。資本ゲットして何とか食べる。もうでもね、11時あ、違うわ、あれは危ない、日本時間や。今じゃあチキン食いに行くか。チキン食って、うわ、ちょっとお腹の時間にチキン済みだな、済みすぎ。あ、それナビ案内できた。あ、やっぱりそうじゃない、まっすぐ突きって、そうだね。あ、ここは多分あれですね、ここのこうなるから、こう行ってこいってことですか。ここまっすぐ行ったらとりあえず出れるから。